はいどうもこんにちは、帰ってまいりました。帰ってきた向井山でございます。どうも。先日グランパス初のルヴァンカップ制覇の夢が絶たれ、もうリーグ戦しかないと言ったところでの本日の清水エスパルス戦、宮原選手の先取点、今年は点取りますね。攻撃的サイドバックという言葉が板についてまいりました。しかしですよ、そこから3失点してしまい、2対3で敗戦となってしまいました。同点にされたゴールはね仕方なかったとしても、2失点目、3失点目はもうね不運としか言いようがないようなゴールでしたね。普通だったらですね、それ入んないでしょっていうゴールがまさかまさか立て続けに2回もないですよ、あんなの。まあよくね、解説の人とかね、勝ててない時はそういうことが起こるんですよみたいなね、勝手なことよく言いますけど、本当に起こるんですね、ああいうの。今日の負けはね実に痛い、すごくね悔しい敗戦でしたが、嬉しいニュース、米本選手がついに復帰、やっとですよ、やっと。そのね、米本選手が途中出場してからは春先のグランパスを思い出させるようなスムーズな連携が多々見られました。やっぱね、風間サッカーには欠かせない男だったんですね、そう強く思いました。アーリア選手のゴールのお膳立てもありましたし、同点そして逆転もいけるんじゃないかという全員の動きの良さ、今日はですね2対3という結果でしたけれども、米本選手が復帰してあの連携が戻ってきたということは、次節からね普通に勝っていってくれるんじゃないでしょうかね。信じましょう。